母方祖父母の家になぜか児童相談所の職員が来たらしい。通報があったんだって。でも高齢の祖父母しか住んでおらず、子供なんていないので、その旨伝え、間違い電話ではと帰ってもらった。その後も何度も通報があったようで、電話確認があったり来訪があったり、意味不明だったんだけど、父 DV 野郎、両親は離婚済みから、ざまあみろ、逮捕されろ、みたいな内容の電話が来て、通報者が父だと判明した。父は児童相談所に、妻が浮気して家を出て行った、娘を無断で連れて行ったので誘拐だと電話したらしい。右も左もわからない、年端も行かない子を誘拐して洗脳する気だ、浮気相手にきっといじめられてるとか、いろいろ吹きまくったようで、母が逮捕され娘を取り戻せる、ざまあと勝利宣言していた。でも上にも書いた通り、両親が離婚したのは父の DV、 母は再婚してるが浮気したからじゃなく、離婚後6年経ってから同僚と再婚しただけ。この再婚話を聞きつけて、浮気だ、娘がいじめられるの電話につながった模様。でも娘、私は右も左もわからない、年端も行かない子じゃなく、現在21歳の大学生です。左右わかるし善悪もわかる、っていうか法学部だ。だいたい離婚した時だって決して年端も行かない子じゃなかったよ。神経わからん。